じゃあ。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。はい、今日もプレミア12、スーパーラウンド東京ドーム行われました。はい。はい、今日は対戦相手ベネズエラということで。そうだね。はい。ベネズエラは、なんか日本で戦うのは初めてらしいね。日本で試合するのね。うん。それと、もちろんその日本とね、戦うっていうのはね、日本でね、初めてらしくて、まあ歴史的な一日といえば、歴史的な一日かな。ねえ、うん、まあそういう位置づけで、はい、なんか記念すべき、まあ、日になるという、はい、ねえ、まあ、それと昨日、あと2試合あと2試合とか言ってたけど、ねえ、このおじさんね、そうそう、あの日曜日まであって、今日終わった時点であと2試合そうね あるということで、この決勝と3位決定戦を覗いてたんだよね。覗いてた、高さの中でね、覗いてたよ。勝手にね、でも、あと3試合ですよっていう、そうそう、ね、あの指摘があったので、本当にそうでした。まあそうだね、勘違いさせてすいませんでした。すいませんでした、ね、はい、はい、ということでベネズエラ、はい、さあどういうメンバーを組んだかというと全く一緒です。昨日と一緒です ね, ね、もうまっついのそのまんまの、まあもうそうだね、不動になってきたというかね、うん、まあそんな感じになってきたし、うん、まあ明日明後日はどうなるかわからないけども、うん、まあ今日はね、まあ、不動ということで、まあ昨日はね、うん、小園選手が大爆発でしたが、はい、今日もまた日替わりヒーロー出ましたでしょうか。いやもう最近日替わりヒーローばっかりだから ねいやだからまあ今日はね誰がヒーローになったのか、まあベネズエラもねメジャー経験者が、はい、いやそうなんだよ、多いんだよね、17人でしたっけ、はいはい、いるというような、うもう未知数のチームですね。まあそうだね、あのアメリカほどスピードはないけども、うん、やっぱパワーは秘めてるということで ね、 いや本当ね、まあ、それと実力者が多いというね、うん、経験者経験値、うん、まあ、そういったものも高いという、まあ、そういうチームだよね。でどういった野球してくるのかなっていうのもちょっとね、はいはい、まあこれはねまあ結構細かいよねえ、ということで、はい、見ていきましょう、はい、はい、ということで、まあ、試合結果はこうなりました。はい、もういろいろありました。いやーね、逆転されたりしたり、はい、結局9対6で日本が勝ちました。あ、そうだね、はい、はい、で日本の先発、うん、才木、5回は88球、はい、初回いいと思ったんだけどね、うん、今日の才木はあんまり良くなかったね、うん、やっぱねコントロールがちょっとねばらつきが多く出た。なるほど、うん、で初回から高めを盛んにこう、まあ最近のね球威だからついてたんだけども、うん、まあ、それがなんか引っかかり出してきたよね、途中でね、うん、でフォークが抜け出したりとか、うん、まあ、ちょっと苦しみながらだけども、でもまあ5回を投げ切ってくれたというね、はい、まあそういう今日投球でした、はい、で、まあ、井上、うん、あ、まあ後で言おうかね、まあ、鈴木、清水、うん、藤平、うん、藤平はもうやっぱ最高だね、なんかこのシリーズ安定感抜群ですね、安定感抜群、はい、で最後大勢、うん、で向こうの先発ピント、はい、ね、ちょっとピント図がずれてたかもわかんない、かなりうまいこと言ってるんだけど、いやいやそんなことなくて、やっぱこうエース格だと思うんだよね向こうのね、うん、やっぱコントロールにちょっと苦しんでた ねで日本のしつこさというか選球眼の良さというかね、うん、ボール球は全く振ってくれないんで、うん、まあなんか非常に苦しんでたという、うん、まあその初回ですよ、はい、ね、3点取るんだけども、まあ、ワンアウトから小園がツーベース、はい、もう初球は簡単に打って出たんだよね、うん、でね普通ね昨日あれだけ打つと、まあチームが違うからね全然気にはしないんだろうけども、うん、普通の3連戦とかだったら、いや今日はどういう攻めをしてくるかなっつって初球見たくなるんだよね、うん、だけど小園関係なかったね、まあチームが違うからね、うん、昨日はアメリカ今日はベネズエラだから、まあ、そんなことは気にしなかったんだとは思うけども、でもすごいよね、初球からカーンってツーベース、毎回こうまっさらな気持ちでやってんでしょうね。まあそうだね、うん、まあそういう切り替えというかさ、うん、あの今日は今日というようなことでね、うんうんうん、打席に向かってる姿がすごくいいし、はい、で続く辰巳、はい、タイムリーレフトオーバーのタイムリーツーベース、うん、ね、やっぱこうしっかりなんていうのちょっと変化してるんだけども、うん、前に出されないでしっかり軸で振ってるわ、うん、だから反対方向を飛んでも打球は伸びていくよね、うん、それで先制、
で、ワンアウト二塁から森下がセンター前タイムリー、うん、ねね、まあ、ここら辺はもう本当に昨日の勢いそのままというか、うん、流れになった攻撃はね頼もしかったけども、ちょっと森下選手がヒット出たのはほっとしましたかね。まあそうだね、うん、で久しぶりの打点だったでしょ、うんうん、だからまあ本人もほっとしただろうけども、うん、よかったなと思ってね、本当ね、2点を取った。で栗原フォアボール、うん、でワンアウト1、2塁、はい、で牧もフォアボール、うん、でワンアウト満塁、うん、で源田のところで交代するんだよね、はい、でそれで、投手交代、うん、メンデスに変わるのかな、はい、でゲッツー崩れて3点目を取る、はい、でツーアウト1、3塁から、まあ、佐野がファーストゴロで、うん、この攻撃は終わるんだけども、はい、やっぱこうそつがなかったなと思ってね、はい、まあ源田がねこれタイムリーヒット打ってくれればいいんだけどもさ、はい、だけど序盤初回いろんなこと考えると、うん、何でもここでね1点取りたかったんだよね、うん、2点で終わらずに、うん、だからこのゲッツー崩れで3点目取れたっていうのも初回の攻撃からするともう満点に近い、ね、攻撃ができたかなというね、まあ、そんな感じがした。はい、メンデス投手はね昨年2年前昨年まで巨人で、ね、そう、ね、いたので懐かしかったけどね、ね、もうお互いに知ってるっていう感じもありますよね。打者、まあね、もピッチャーもね、はい、うんうん、で2回表、はい、先頭打者フォアボール、あ、このぐらいから才木がね状態あんまり良くないのかなと思ってたの、うん、でワンアウトからレイエスがツーランホームランという ね、 ね、あ、もうすかさず2点と、はい、取り返してきましたからね。まあそうだな、なんだろうなという感じになりましたけど、まあね、まあまあでもなんていうの、やっぱりこうこれが国際試合だよね、ちょっとやっぱこう相手もわからないし、まあ、どこに投げていいのかわからない、どこが強い弱いっていうのは、まあ、データ的には持ってるけどもやっぱ実際やってみないとわからないところがあって、うん、まあ、レースね、まあ、ちょっと詰まったかなと思うけど、でもセンターのバックスに横に ね大きいの打たれたね、やっぱりパワーがありますね。まあそうだね、まあそれで3対2ということでね、うんうん、あ、これやっぱり一方的にはならんわと思ってね、うん、で3回裏でここがちょっと問題があったんだけど、はい、3回裏のこの0点の攻撃ね、うん、栗原がツーベース、はいはい、ノーアウトランナーセカンド、うん、で牧、うん、源田がセンターフライセンターフライで終わるんだよね、はい、でここら辺をどう考えたのか、多分ね井端監督の頭の中では、うん、右打ちっていうことも考えてなかったと思うんだよね、うん、でこの前ね韓国戦だったかな、うん、同じようなケースがあって、はい、牧が右打ちして詰まって、うん、何もできなかった時があって、うん、いやいや牧右打ちした、してほしい時はサイン出すからって、うん、だからこの時はノーサインで、うん、牧が源田がやっぱこのランナーを返しに行ってんだよね、うん、栗原を、うんうん、いやだからまあこの攻撃はまあ仕方ない、はい、で佐野が内野安打、うん、ツーアウト一三塁から佐野が盗塁、はい、佐野の盗塁ってこれ初めて見たかないやだけど、うん、この侍でね、うん、やるんだからすごいなと思って、いや本当に、うん、2、3塁になりましたよ。そうだね、はい、で坂倉がデッドボール、うん、またデッドボールかと思う。で満塁から、まあ、小原が倒れるんだよね、うん、この0点になったのがちょっと嫌な感じがした。なるほど、盗塁もしたし、うん、したのに、まあ、したのに、うん、満塁まで作ったのに、うん、でなおかつ満ノーアウトランナーセカンドだったのに、うん、点が入らなかった、うん、だからこの流れがやっぱり嫌な方向に流れなきゃいいなと思ってたの、はい、で4回裏、うん、辰巳内野安打、はい、2アウト後盗塁失敗、だからなかなかこう点になっていかないんだよね。ね、これでチェンジになっちゃうんですよね。そうそう、うん、で5回を投げ切った佐伯、うん、で6回表から井上、そうね、うん、ペレス4番バッターにツーランホームラン、ね、でさらにアルシアにタイムリーということで、うん、5対3になるんだよね。今日の井上投手はちょっと違ってたような、俺はね決して悪くはなかったとは思うんだけど、うんうん、そんなに悪いとは思わなかったんだけど、うん、ただね1点悪いとこといえば、うん、そのペレス、はい、これツーランホームランスライダーなんだよね、うん、でやっぱペレスのスイングとかいろいろ見てると
っぱり変化球はうまく打つ、うん、でまっすぐは刺される、うん、で初回にペレスに対して高めのまっすぐで三振取ってんだよね、うん、あやっぱりまっすぐが弱いなって、うん、やっぱり変化球はうまく打つけどっていうようなことを感じてたわけ、うん、でこれはねテレビの解説者も言ってたよ、はい、青木が、はい、あ やっぱり打者からすると分かるんだなと思って、うん、そしたらスライダーでまともに行くんじゃなくてスライダーを低めに誘いに行くような感じで攻めてほしかったんだよね、うん、これはピッチャーとキャッチャーの共同作業で、うん、まともにスライダーストライクで行っちゃったからさ、まあ、打たれた形になって、はい、まあ、そこからリズムを崩してある試合にタイムリーというね、この回ね、この回ね、うん、で5対3になった、うん、でもこの流れはやっぱ3回4回、はい、まあ、攻撃を仕掛けながら点になってないというね、この流れが変わった、うん、非常になんかちょっと重苦しく、でもこれからこの侍がどうやって戦うのか、うん、ひっくり返されてね、うん、もう5対3になりましたからね、はい、でその6回ねえ、ねえ、もうねえ坂倉が、うん、やっぱ自分の中でこの3点というのは悔しかったんだと思う、うん、よし打って返してやろうという、で坂倉がホームランねえ、ねえ、そのホームランで1点を返して、そう、はい、これで5対4になったんですけど、はい、これでなんか勇気がまた湧いたね、うん、このままこの回6回裏をすんなりスッと終わってたらちょっとね、2点差っていうのはすごく重く感じたと思うんだけど、うん、いやだけどねここで坂倉がポーンとね本当に勇気をもらえるようなホームランを打ってくれたんで、うん、みんながちょっと活気づいていったという、うん、で小園がフォアボール、はい、辰巳がヒット、ツーアウト1、2塁、うん、はい、で森下がフォアボール、もうここのこの回ではピッチャーがもう一人ずつぐらいで変わっていくんですよね、コロ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 、うん、いやただね、うん、やっぱり日本のバッターとか、うん、日本の選球眼だとか日本のしつこさを見るとやっぱ変えざるを得ないんだろうね、うん、見てると、はい、桑原選手の時に変わり、次の小園選手の時で変わり、変わりで次一つ置いて森下選手の時に変わる、はい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 、で、ツーアウト満塁。満塁。で、栗原、うん。やっぱね、選球がいいよ。うん、ツーボールワンストライクから、うん、ワンエンドワンからか、うん。パンと外のボールを見逃したんだけど、いや、いい目してんなと思った。うん、だからそれがストライクかボールかっていうのは、すごく大きかったと思うんだけども、はい、それがボールになって、やっぱ結局、押し出しのフォアボールを選ぶんだよね。ね、うん。で、ツーアウト満塁、はい、これで同点になるんですよね、そう、同点になったんだよ、うん、で、そこでツーアウト満塁で牧選手、牧、はい、で、牧がね、うん、その前にセンターフライって言ったのが、うん、やっぱ外のスライダー系のボールだったんだよね、はい、で、インサイドはもう絶対ないと思ってたね、牧は、うん、なんかもう外のボールを強引にというか、うん、引っ張りに行ってホームランにしたという、やっぱりこういうところで打ってくれるんですよね、まあ、それと、うん、やっぱ勘だな、勘、まあ、っていうかその打席のこう流れがあるというか、うん、読みがあるというかそれが的確であるという、うん、だから牧のこのホームランっていうのはもう完全な読み勝ちというかさ、もう見事なホームランだったわ、うんうん、ねえ、うん、で一気に4点入り一気に6点取ったというね、全部で6点ね、いやーこの攻撃はすごかったな、うんうん、もうこの逆転した直後にこの点の取られ方での逆転されるっていうベネズエラのダメージっていうのは、いやそれはもう計り知れないものがある、うん、いやだからもう早くてよかったよね、すぐにすかさず、うん、でみんなで行くぞっていうねエールを送ったのがやっぱ坂倉のホームランだったと思う、うん、ね、はい、それでもう最後のとどめを刺したっていうのが、うん、牧のホームランではあったよね、はい、はい、そうでまあ7回表に鈴木翔太、うん、ツーアウト取って清水、まあ、はい、ピンチがねちょっとのツーアウト 1,2 塁になったんで、うん、まあ、清水を持ってきた、はい、でまあ、7回裏にはワンアウト満塁、うん、森下がゲッツー打つんだけども、はい、ね、
ただこの得点差っていうのは大きかったよね、うん、はい、で8回裏、はい、ね、ワンアウトから牧がツーベース、ダイソー磯畑来ました、ね、同級生の大学の同級生の、うん、交代ね、はい、はい、で磯畑が3投決めたよ、うん、あ、見事だったねやっぱね、早い、はい、やっぱ昨日飛び出してアウトになってるとか、うん、まあいろんなことがあったけども、うん、やっぱこれだけ勇気を持ってねスタート切れるっていうのは、うん、まあ素晴らしいなと思った、うん、ね、切り替えもしっかりできてるし、うん、ね、でタッチアップでアウトになるんだけど、うん、あれはレフトの肩が素晴らしいわ、絶対セーフだろうなっていうような感じで見てました、いや見てたけどね、うん、早いなとかって見てたらストライクが来たからな、ドストライクにピシュできました、うん、それもレーザービームで来てるからすごかったですね、余裕持ってアウトにしたけどね、磯畑をね、そんな浅いフライではなかったですもんね、うん、でも磯畑が3投できたっていうのはね、うん、すごくあのこの回の収穫だったね、はい、はい、で9回表、うん、ね、大勢が満を持して、はい、まあ、得点差があったからねちょっと気持ちも楽に上がったんだと思うんだけども、うん、先頭ヒットを許す、はい、ね、そしたら続くバッターをセカンドゴロ、うん、ゲッツ、はい、この小園と源田のコンビもいいコンビになってきたなと思うね、うん、なんかね小園も取ってから早かったし源田もやっぱこうなんていうのかゲッツー取るのに対してやっぱ早かったな動きが、なんかコンビ名ができそうですよね、まあまあそうだな、ちょっと名前難しいですけど、うん、ねえ、いやそれで、うん、まあ2アウト、はい、先頭に打たれたけど守りがね、うん、しっかり守ってくれたと、はい、まあ、これで終わるかなと思ったらそうちょっとそこから、ね、またヒット、はい、ライトへヒット、はい、で続くバッターの時にツーアウトランナー一塁ね、うん、でパスボールがあるんだ、そうですね、ちょっとインサイドに抜けた、あれはやっぱ坂倉取ってあげないとね、うん、でその、続いてタイムリーを打たれるという、うん、で1点失うんだよね、そうですね、でツーアウトランナー一塁、うん、そしたらね3番ロドリゲス、うん、ね、うん、こう1点取って、1人ランナーがいる、はい、ね、初球セーフティーバントだもん、そうびっくりしました、あ、うん、やっぱよく考えてんなと思って、いやこの9回で負けているシーンで2アウトの場面でなかなかセーフティーバントって、うん、勇気いりますよね、まあ勇気いるし、まあサードはね、うん、全くあのセーフティーバントに備えてなかったし、はい、まあ、4番のペレスにつなぎたかったんだろうね、はい、でスリーランを打ったら同点だから、うん、そうですね、あ、だから絶対自分がつないでいこうっていう、うん、こういうところがやっぱ怖いなと思った ね、その大胆な考え方というかそれもすごいですね、そうだね、うんうん、で、まあ続くボールを、うん、今度はワイルドピッチね、サポートがあって、はい、ランナーが2塁に進みますね、はい、で2アウト2塁、はい、まあただ三振でね、うん、最後はね、うんうん、あの締めるという形だったんだけども、はい、まあ、1点は取られましたけど9回にね、うん、ただその取られ方がねちょっと嫌だったなと思ってさ、せっかくゲッツー取ってんのに、ね、まあ、打たれることは仕方ないにしてもパスボールワイルドピッチで塁が進んで、まあ、失点してるっていうところがちょっとね下せなかったなというね、まあ、そんな感じが残ったし9回でよかったっていう感じですかね、まあ、もちろんそうだね、うん、はい、その後があったら怖かったですね、はい、はい、であとはやっぱ井上鈴木翔太この左2枚がちょっと打たれたのとピンチを作ったという、で鈴木空がいなくなったとい う、うんうんうん、ね、やっぱり離脱したんで、ね、だからここら辺の2人左にかかる負担というのはこれからねあと2試合大きくなると思うんだけども、うん、まあ今日だけであってほしいよね、ちょっと不調なことがね、うん、はい、はい、まあただやっぱ見事にね打ち勝ったというか無傷です、そうだね、はい、で26連勝すごい国際試合ね、うん、で今日もホームランが出てホームランで勝ったという、うん、で昨日も小園のホームランで勝ち、はい、今日は牧のホームランで勝ちという、うん、やっぱホームランの力ってでかいな、ね、うん、まあそれもやっぱこうランナーがいる時に出てるんでホームランが、うんうん、まあ、すごく大きいし、ね、また坂倉選手のねソロホームランとはいえこのホームランの効果っていうのはねでかかった、大きかったですよね、でかかった、
だからまあ、あのこの打順の組み方っていうのはさ、うん、やっぱよくできた打順の組み方してるなと思うよね。ねもうこれやっぱ言ってたもんね、井端監督が、うん、この牧のところがポイントになるって、うんうん、で牧のところに必ずチャンスが回ると、ねね、だから6番に置いてんですみたいな。そしてまたね、その下位の8番9番なんてもうクリーンアップを打ってるような選手がいますし、まあそうだな、ね、というようなね。で小園もね2番で効いてるし、そう2番 ね、うん、ね大変な2番ですよ。はい、はい、ということでね、うん、まあ明日ね午前中、の試合で決勝トーナメントに、あの決勝に行けるかどうかっていうのがまあ分かるみたいな。ベネズエラアメリカの試合ね、うん、まあここまで来てあと2試合だしね、うん、明日は台湾、はい、19時からね、またそうだね、うん、だからもう明日勝ってね、せっかくねもう全勝で、全勝で優勝しましょう。本当それが今の目標ですかね。はい、はい、ということで明日は19時からで、そのまんま、日曜日に、はい、3位決定戦決勝が昼、はい、夜と行われますので、そうだ、ね、もうそれで決着がつくと。はい、はいね、もう残り今度こそ2試合、もう本当にねヘトヘトになってると思うけど、ね、あと2試合なんとかね、うん、あの頑張ってほしいと思います。もう井端監督ももうなんとか頑張ってほしいですね文句言ってたからね審判に珍しく何なんか選手のこう変えた時に何かトラブルがあったのか、うん、あ、なんか今日あれ何だったんですかね。いや何だったのかね、なんかね、うん、まあ言ってたね、あそこがどうのこうのって指さして説明してましたけど、はい、また何だったかちょっと知りたいですね。はい、はい、じゃああと2試合頑張ってください。はい、はい。